お疲れ様です。お疲れ様です。なんかなんすか、めちゃくちゃ今日天気いいですね。そうですね、青空めっちゃ青空ですね。白い雲、現実は土砂降りです。土砂降りっすね。やばいよな、最近ずっと雨じゃない。はい。え、いやなんか、うん、暇なんですか暇なんですかって言ったらですけど、正直まあ雨だと現場管理はちょっと暇になりがちかな。なんか今日、うん、いますもんね、本社に。あ、そう、たまたま本社に塗料を取りに来て。ああ、そうなんですか。で、そしたらなんか、はい、たまたま一のライブやってたから、あ、なんかライブに付き合わされたみたいな感じで、はい。でも、そう、どっちみちも現場全然動いてないから。そうなんですよね、僕もちょっと取るもんがなくて、うん、ああ、そっか、職人が、あの、まあ、シール、塗装は動いてないし、うん、足場も外中、外部で、うん、で、ちょっとどうしようかなって。そしたらなんかちょっと暇そうな人がいたんで。暇、まあ、まあ確かにね、まあ、うん、なんか、うん、どうなんですか、現場って動いてないですよね。動いてない、もうゴールデンウィークじゃない、連休からお盆も動くはずだった現場も全部。降る雨ですもんね、はい。でお盆開けてからも全部あの入ってなくて。あ、じゃあ結局あれですか、浜野さん、うん、お盆休みないわとか言ってたけど、結局多分がっつりガッツリあるような。まあでも職人さんもお盆あるって言っても出勤するつもりでさ、多分。ああ、そうですよね。おって当日行かないみたいな感じやから。ああ。なんかそんなな、がっつりそんな、そ、朝起きたやろ、起きてるやろうし、はい、出かけたりはな。一人親方からしたらだいぶ痛手ですよね。あ、そう、だいぶ痛手やと思うよ、本当に。結構もうすごい、もう遅れてて洗浄だけして全く入れてないみたいな、はい、現場がばっかで、はい、だからもう、あ、洗浄はできるんですか。そう、洗浄は雨でも、まあ、どうせ水で洗うから雨でも全然できて、はい、足場と洗浄は基本するから、はい、かわいそうですね、足場。そう、だから足場と洗浄できて、そっからシールとか塗装が入らなくてめっちゃ開くみたいな、はい、で洗浄だけしてまだ前の現場が終わってないから全然もう入れないみたいなことになってるから、はい、もう1週間ぐらいも入ってないから。そうです、その現場が動いてないじゃないですか、とりあえず塗装の、うんうん、その時プランナー、大谷さんってプランナーでしたっけ、うん、プランナーって何してるんですか。なんか現場の前、あの、ついてた時に、うん、まあその現場管理みたいな、うん、とか、あの、何ですっけ、観光検査、あ、うん、とかやってたじゃないですか。でもできないですよね。そう、そういう予定は雨だったら全部潰れるから、まあ、お客さんとのまあ打ち合わせとか、はい、まあ、そういうのは近隣挨拶とかそういうのはまあできるから、はい、そういう予定はまあ全然普通にするけど、って言ってもだってもう梅雨からほぼほぼずっと雨じゃないですか、うん、そうそう、もう梅雨明けてその梅雨の遅れをちょっと取り戻したかなってぐらいでまたこれになったから。あ、そうですよね、また狂いまくりで、はい、そう、だからだって天気予報も当てにならないぐらいですもんね、うん、そう、なんかもう来週もずっと雨やから、はい、もう結構やばくて、だからもう職人さんも現場詰まってて、はい、だからもう一個も別の職人さんに、もともと入る予定だった職人さんじゃちょっともう遅れすぎるから別の職人探して、はい、その別の人に入ってもらうとかっていうこともやってるぐらいちょっと、そう、わたわたっていう感じで、はい、で結局な、あれやな、伊藤くんの家もやってるけど、でもどこまで終わったか知らないですけど、塗装、とりあえず足場まだ、そう、あの、解体されてないってことは、まあ、まだ終わってないってことですよね。そう、まだ終わってない。今日は何やろうと思ってたんですか、っていうか、そもそも。え、今日はその塗料を取りに来てて、はい、その後、その後は、なんかその、太陽光撤去の動画あったじゃん、太陽光撤去する現場、はいはいはい、そこをの、まあ、太陽光撤去雨でもするから、はい、まあ、それの確認行こうかなと思ったけど、もう午前中で終わっちゃって、それ、はい、もう確認も何もなくなっちゃったなみたいな、はいはい、って感じですね。え、どういうことですか。だから、え、今日晴れてたらどうする予定だったんですか。え、今日晴れてたら、でも今日晴れててもちょっと今あんまり打ち合わせがないから、はい、結局まあ現場確認回るっていうぐらい。ああ、でも現場確認の現場がもう全部ないから、雨で、そう、だから、もう、うん、そうです。こんなことになってるってことですか。こんなことになって、撮影とか、一七ライブに出演することになって。見てた人コメント欲しいですね、一七さっき。そう、一七見てた人コメント欲しいな。でも本当にやばい、やばいっすよね。これどうなるんですか？ん？
そのずっと遅れてたら多分どの店舗でもやってるけど、こうある程度その工程組むあの物件、はい、ある程度貯めてから、まあ、工程会議みたいな感じでまとめて工程組むことが多くて、はい、で今やったら今多分9月半ば9月下旬ぐらいまでの工程はもう組んでて、はい、あ、そうなんですか。組んでるけどまあもう遅れるやん、はい、でその9月にやるやつも多分10月とかに多分入り込んでいく可能性が高いから、それもお客さんに遅れますみたいな、まあ、それはそう遅れますで入り遅れちゃいますっていうことはもう断って、はい、もうとあの足場も動くから雨でも、はいはいはい、でその10月以降の工程を組むときに、はい、ちょっと先から遅れた分取り戻すための余裕を分けて組む。先からっていうのは1日から入る予定が10日から入るみたいな。そう、本当は1日から入れそうだけど雨で遅れてるから10日ぐらいから、そう10日ぐらいから、あ、余分に見積もっとくみたいな感じですか。そう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 、そういう感じで工程を組むときに、次の工程、次の物件の工程を組むときにちょっと余裕を空けて、その取り戻すための、へ、そのままどんどん元の予定の詰めて詰めてやっていくと一生遅れてるから、そうですよね、調整するための日数は設けながら、はい、そう開けながら工程組んでいくって感じ。この人遅れてるからここスタートにしようか、あ、この職人さん遅れてるからみたいな、はい、っていう感じでしか対応しようがないな。そうで結構シーリングはなんか結構、はい、2日ぐらい、2日3日ぐらいの作業が多いから、はい、結構なんかもうあの実習生総動員とかしてもらって、はい、結構取りもすぐに取り戻してくれると思ったら、シールは、うん、あ、ちょっと晴れたら、そのちょっと晴れたらもう全員集結で、はい、バーって終わらせてもらって、はい、いっぱい現場さばいてもらうみたいな。シールはだから割と取り戻すことがすぐに取り戻せてるイメージかも。塗装がやばいですね。じゃあもう塗装とかも一人でやってる塗装の職人さんとかは取り戻すのにだいぶ大変やから、はい、工程組むときにもう余裕空けて工程組んであげるっていう感じでしかできない。え、ちなみにその僕んち青木くんじゃないですか、うんうん、もう開けて、あ、そう、もう青木くん もう次からもう本当はもう昨日ぐらいからの現場があって、はい、昨日から青木くんが入る、もうお盆全部入れる予定でおったから、もう終わってるつもりでおったから、まあよっぽど入れるでしょうっていうか、もうお盆全部潰れて、そのお客さん昨日からの開始のお客さんも入れないから、もうそれはもう青木くんじゃない職人さんにも頼んで、はい、あ、そういうことですか。だから青木くんはもうその現場が抜けた分余裕が生まれたから、そこで工程なんとか取り戻せたらいいなって感じ。そういうことですか。なんかあれですもんね、最近晴れて雨みたいなのありますもんね。あ、じゃあ雨降って晴れ、うん、が多くないですか。どういうこと。だから朝7、うん、6時7時8時ぐらいにバーって降って、うん、そこがちょっと晴れてるみたいな。あ、そう、そういう場合も入れないですよね。もうそういう場合も基本入らない。もうよっぽど晴れてても今日一日降らなさそうっていう感じだったら昼からっていうのもたまにあるけど、はい、もう分かんないですもんね。そう、分からんし、もう基本も朝入らなかったら入らんことが多い。まあそうですよね、うん、え、これ来週も雨っぽいじゃないですか、ずっと、うん、やることどうするんですか、ずっと何をやるんですか。でも確かに、まあ、そのこれから先に始まる現場の、はい、まあ、打ち合わせに行ったり、はい、それの段取りしたりって感じになるけど、はい、このまま雨やったら職人さんに電話することも正直そんなにないし、はい、まあ雨漏れとかが多分いろんな現場で起こってくるから、まあ、それ雨漏れの対応つっても、雨漏れの対応って言ってもシーリングとかするには晴れしてないと無理だし、はい、雨漏れ検査とかも雨の降ってない時にしないと意味ないし、放水の検査、まあ、そうですね、はい、だから、まあ、正直やることないよね。え、なんかあるんですか、事務処理みたいなのとか。事務処理はでも結構あるよ。なんか結構、まあ、1日外に出ててさ、夕方とかに帰ってきて、はい、まあ、正直定時に終わんないことはまあ多くて、その後いろいろその事務処理とか
追加の見積もり、追加工事とかの見積もり作ったりとか段取りとかしてたら正直定時に終わんないことはまあよくあって、はい、だからこそこういう雨の日とかは、まあ、暇だから早く帰れたりとかっていうのは正直ありますね。でも事務処理だけじゃ、丸一日かかるんですか事務処理って。丸一日かからない、かからないっすよ正直。だから結構本当に、本当に暇やること本当になくなりますよ雨だったら、まあそうですね、マジで職人さんに電話してもどうせ動いてないからすることもないし、別にかかっても来ないし、はい、職人から。まあそうっすよね。そう本当にやることないっすよマジで。マジでないっすか。だから雨の、まあ、雨の時とか作業入らん時はお客さんに今日は作業休みますって連絡するけど、はい、まあ朝にお休みします、お休みします、お休みしますって連絡して、はい、一人ずつ、はい、で、ああ群馬なかったなみたいな感じでも終わりですか。そう、営業さんはね、なんか見積もり提出とかやったら、はい、全然雨でもやりはるから、まあまあまあって感じやけど、はい、まあ、私たちはねもう三国志新選 やるだけですか。じゃあそう、三国志新選やるだけですねはい、あそんな感じですかね。そんな感じですね。でもあれやろ、 YouTube 買って撮れへんよな、はい、雨やったら。いや本当ないですよ。ないよな。やばいっす。何やってんすか。もう無理やり撮ってきた動画の編集ですかね、うん、こういうのとか。はいまあまあまあね、確かにそうっすよね。いや、あの県庁がギリギリ行けてよかったなって感じはしましたけどね。ああ、ちょうどあれやっだって、あれ昨日じゃないですか。撮ったの晴れたよな。あの時だけ晴れたから昨日撮って、もう今日編集してますもんね、うん、おー、じゃあもうすぐには公開する感じ。もう多分そうですね、この動画の多分1個前か2個前ぐらいじゃないですかでもそれぐらいカツカツってことですね。もう現場がなくてカツカツすぎますね。まあね、こっちもこっちで、うん、まあ、みんなそうですね。まあでもまあ外仕事だから、まあしょうがないです、時期もあるから、この仕事、はい、まあ夏とか真冬はどうしても落ちるから、あ、はい、まあ、そういうもんですよね。何があるよ、みんな。もう終わりですもんね、8月の。うん、そこも来週そうだ、ね、でも来週いっぱい雨だったらもうだって9月ですもんね。そう、でも来週もなんかずっと雨っぽいやん。でも9月やったら台風ですもんね。そうやばくないですか。やばいよ、本当にやばいよ。もう YouTube しかなくないですか。YouTube、 YouTube か17配信しかないよな。そうですね、もう YouTube で頑張っていきましょう。そうですね、もう YouTube YouTube も撮るネタないけど、撮るネタないですけど、うん、まあみんな暇だったら、うん、まあいろいろできるじゃないですか。遊んだり、逆にもう遊びもう逆に本当になかったら仕事が、ああ、まあまあまあね、確かに、うん、フェラリーさんとかも、うん、もう読んでなんか河合さんとかまあ確かに、うん、そうですね、そう、ちょっとそういう動画になっちゃうかもしれないですけど、まあ、許してって感じじゃない。そうですね、許してほしいです。しゃあないよ、もう工事が進まないのもちょっとね、仕方ないし、はいはい、そんな感じですね。そんな感じですね。はいはい、じゃあ、あの、はい、求人道場と外壁塗装のマッチングも、はい、よろしくお願いします。お願いします。あと関東の方も職人さん募集してるんで、関東も雨、はい、なんかな、日本中雨です。どうなんですかね、ちょっと分かるけど、多分日本中は雨あるの知らないけど、はい、まあ、関東も職人さん募集してるんで、はい、そちらも足場とシーリング、シーリングかお願いします。お願いします。あと各個人チャンネルの、はい、チャンネル登録お願いします。あと17ライブを始めたらしいんで、それもまた見てください、はい、お願いします。みどりちゃんとか社長のお父さんやるらしいんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまた、暇ですけどまだ見てください。はい、お願いします。見てね。